株式会社キューブ代表取締役社長の松村です本日は皆様大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます早速ですが当社2022年12月期決算説明会を始めさせていただきたいと思いますそれでは当社の会社概要の説明に入らせていただきます 我々株式会社キューブはマークロナを筆頭にホーンガーメントグラビスゴルフなどライフスタイルアパレルを中心に取り扱う企業でございます主要取引先は森ビルなどの商業施設ならびに全国の主要百貨店が中心となります続きまして当社の遠隔となります1990年に有限会社キューブコーポレーションを設立 輸入代理店などを経て2004年に株式会社キューブへゴを変更し2008年にマーク・アンダローナを筆頭とした自社ブランドの開発を開始いたしましたブランドを立ち上げました理由は輸入代理店やブランドコンサルタントを通じた客観的な観点と長年にわたる海外経験から得た知識や人脈を通じた情報そして何よりも私自身がデザイナーという観点から 高価格帯のスポーツブランドに大きな可能性を感じていたという点になります当時高級時計や高価格帯の輸入車など新しいトレンドが流行しましてそれらに合うスポーツを分析した結果富裕層の趣味であるゴルフに注目いたしました えー、その当時デザイン性に乏しいゴルフアパレルと、えー、ハイエンドファッションの融合というアイデアを思いつきましてラグジャリーゴルフをコンセプトとしたマーク・アンドローナの立ち上げに至りました、えー、予想以上の反響から、えー、出展を開始いたしまして、えー、2014年には韓国での展開2017年には、えー、主要株主である NXC との資本提携2018年には、えー、海外卸売り事業を と越境 EC などを中心にグローバル戦略に比重を置いたビジネス展開を行っております続きまして我々の企業理念となります時代の顔を作る我々の提供するブランドやサービスそれらがその時代の象徴やトレンドとなり記憶に残り続けていくことを弊社の企業理念としております そそししててのののビジジョンンを実現していく戦略が日本初のプレミアムララグジャリーブランドの創造となりますゴルフに対するアンチテーゼではなく我々のクリエイティブを通じゴルフが多様化しそしてファッショナブルなスポーツとして再認識され自由にゴルフを楽しんでいただくそしてその優雅なライフスタイルを共にするパートナーとなっていくことが我々のミッションとなっております。 続きましてブランドの紹介となりますマークロナ2008年に米国でスタートいたしましたラグジャリーゴルフをテーマにした斬新なブランドとして世界で高い評価を受けておりますブランド開始から15年経った現在においてもファッションゴルフの代名詞として世界的に注目いただいております2018年にブランド10周年を記念し木村拓哉氏がアンバサダーに就任 国内外における認知度の向上にもつながっております。続きまして、マークアンドロナのカテゴリーの説明となります。現在、三つのカテゴリーを中心に展開しております。まず、最も展開方数が多く、ブランドの核となりますのが、ジェネラルコレクション、そしてミニマムなデザインとパフォーマンス性に特化したコードコレクション、 Z 世代に向けカジュアルウェアとしての汎用性を備えるストリートテイストのアラームコレクションなどを展開しておりますこれらの幅広いカテゴリーを用意することでユーザー様の思考変化に対応しているおります続きましてプロダクトの説明となりますトップスで38,000円から12万円と高価格帯の商品を多品番にわたって展開しております こちらのうち約30%が23,000万3千円から21万円と、シーズンレスなゴルフバッグやアクセサリーを展開することで、低価販売率が非常に高くなっております。今後はさらに高価格となります50万円前後のゴルフバッグや関連するアクセサリーなども展開予定となっております。続いて海外流通網となります。 韓国においては現地の代理店を通じた出店展,展開を行っておりまして今後も継続した出店が計画されております欧米については2021年から開始した海外卸や合同展示会の出店などを通じイタリア米国東海岸を中心に好調に推移しておりますオンラインのリモートセールスを行うことで コロナ禍でも渡航の制限なく順調に売上を拡大通期予算費でプラス118%と約2倍となっておりますまた越境 EC を通じた B2C も好調でございまして予算費プラス96%とこちらも約2倍の進捗となっております以上当社の概要を説明とさせていただきました それでは決算報告の説明に入らせていただきます。こちら二千二十二年度決算サマリーの説明となります。昨年比で成長率四十二点五パーセントと好調に推移しております。またグラフにもあります通り二千二十一年に続き二千二十二年も営業利益率は十六点三パーセントと好調に推移しております。 好調な要因といたしましてはコロナ以前から投資を行ってきたコンテンツの強化とデジタル戦略によって国内リテール並びに e コマースの売上が継続的に拡大した点となっておりますまた海外売上比率も好調に推移しておりまして2014年から展開している韓国を中心に直近では 欧米特にイタリアでの押し売りが好調我々の成長要因のドライバーになっております続きまして業績ハイライトとなります新型コロナウイルス感染拡大症以降世界的にゴルフ市場が活性化しております 当社においてもタイムリーな新商品の展開とデジタル広告を通じたパワーコンテンツが浸透いたしまして国内におけるリテールそして EC チャネルともに拡大し継続した成長を続けております加えて2020年に立ち上げました海外向けの e コマースにおきましても高い成長率で推移今後の成長要因となっております 海外あ卸しにおきましては韓国での爆発的なゴルフブームにより卸売りが急拡大しておりますまた2022年からはイタリアを中心とした欧米向けの卸売り事業も開始しております今後はアジア諸国への卸売りと現地パートナーを通じた出店越境 EC を通じたグローバルでの収益力獲得に強化してまいります 続きまして営業利益増減要因となります当初の想定通りではございましたが爆発的な韓国のゴルフブームにより海外オール修理が増加したことで粗利率については前年と比較し低下しておりますなお商品原価率の悪化については生じてはおりません またその他、党第4四半期における営業損益の増減ポイントといたしましては、業用拡大による従業員数の増加とともに人件費が増加しておりますが、この点につきましては、グロース市場への上場を記念し、従業員への記念賞与を支給しております。 2023年以降に向けた中期的な投資の一環といたしましては各種広告やウェブマーケティング海外でのイベントや PR などへの投資を行っておりますその他上場に伴う新たな経費の発生といたしまして外形標準課税も計上しております続いて PS の概要となります 上場に伴い約14億円の現預金が増加しておりますまた事業拡大に伴う各種債建債務の増加によりバランスシートの規模が削退費で大きく拡大しております続いてキャッシュフロー概要となりますバランスシート同様に財務活動によるキャッシュフローの増加 利益、えー、形状を主とした営業活動キャッシュフローが増加現金及び現金同等物が大きく増加しております続きまして国地域別展開状況の説明となります 主力市場の一つであった韓国を筆頭に2022年から開始したイタリア・米国向けの卸売事業が順調イタリアにおきましては3.4%米国におきましては1.4%と短期間ながら売上構成費が上昇しております。 その他東南アジアや中東など世界各国からのオーダーが増加しておりまして引き続き越境 EC と海外オル市による売上拡大を図りグローバル展開を進めてまいります続きまして重要指標と財務 KPI となりますこちらの内容につきましてはお手お目通しをお願いいたします 続きまして、ここからは今後の成長戦略と中期ビジョンについて説明させていただきます。成長戦略1、グローバル展開となります。こちら、我々を取り巻くゴルフ市場の動向となります。コロナ以降で密を避ける、保たれたプライバシーを確保できるということで、国内外で再注目されている市場となります。 全世界で活性化したゴルフ市場におきましては、より洗練されたデザイン、高品質なアパレルやギアが求められております。また同様に、ライフスタイルにリンクしたテーマパークのようなゴルフ練習場や、富裕層をターゲットとした高級ゴルフリゾートが世界で開発されており、今後はインドネシアやベトナムなど、東南アジアにおいても成長が加速すると考えております。 続きまして、今後我々がラグジャリーゴルフブランドとして開発すべくラグジャリー市場となります。ハイブランド×ストリートファッションやアート、そしてアニメのキャラクターなど多彩なコラボレーションが行われて以降、市場が盛り上がりを見せております。 ニューヨークのストリートブランド、シュープリームとのコラボレーションで完全復活したルイ・ヴィトンは現在、アートをテーマに草間彌生さんとコラボレーションその他、ロエベ×ジブリなどジャンルを超えクロスオーバーするマニアックなコラボレーションがラグジャリーブランドのトレンドとなっております直近の海外卸を通じましてそれらのハイブランドを取り扱う 欧米の高級ビティックからの受注動向にもより、今後は富裕層をターゲットとするラグジュアリー市場におきましては、我々のようなラグジュアリーニッチなゴルフアパレルの需要増があると我々は考えております。続きまして、マーケットサイズとなります。我々の目指すべくグローバルラグジュアリー市場は。 国内3兆円に対し46兆円という15倍の巨大市場となっております前述した通り高価格帯営業利益率そして優れたファッション性という観点から現在我々が唯一適合するラグジュアリーゴルフブランドであると認識しております影響意思では米国を筆頭に台湾やなどアジア各国からの発注が増加 海外オルシを通じてはイタリアの名門セレクトショップが高く評価していただきましてグッチやディオールなどのハイブランドと同じスペースで展開する日本で唯一のラグジュアリースポーツブランドとなっております富裕層のライフスタイルに密接したカテゴリーとしてこの巨大市場に向け 海外売上比率の5割を目指しグローバルラグジュアリー市場におけるゴルフカテゴリーのパイオニアとなってまいります続きましてグローバル戦略となりますこちら海外展開全開をまとめた図となります 好調な越境 EC におきましては既存データを分析したコンテンツの作成デジタルマーケティングの実施海外向けのアプリの開発等を行い売上げの拡大を図ってまいります海外卸におきましては世界最大のデジタル B2B ツールを使用したウェブ上の展示会などを開催予定 オフラインでは2023年1月に出展いたしました、米国フロリダ州で開催されたゴルフ市場向け大型展示会となります PGA ショーを皮切りに欧州で開催される高感度ファッションブランドが集まる合同展示会の出展なども計画しております。海外出展におきましては越境 EC のデータを引用しながら問い合わせをいただいております。 アジア各国の企業様からパートナーを選び具体的な出店計画を進めておる最中でございますまた適切なエリアを分析しまして OMO ストアやポップアップストアなどの展開も検討しております越境 EC のさらなる強化と出店候補地の選定卸売事業のショールームとして後押しとしてですね、グローバル戦略を行ってまいります 並行して世界に通じるグローバルアンバサダーやインフルエンサーなどの獲得も進めておりさらなる認知の売上の拡大を目指してまいります続きまして OMO 戦略となります越境 EC のデータを分析しまして既存カスタマー並びに新規カスタマーを取り込む戦略となります 我々の高いクリエイティブ、強力なコンテンツを武器に、SNS やメルマガを通じて OMO ストアをと EC に向けて同時配信してまいります。実店舗で商品を見ることができない、また店頭で購入できないウェブ限定商品やコラボレーションアイアイテムなども多く、直接手に取って商品が確認できる体験型の OMO ストアは、 効率的なコアユーザーを獲得することが可能となりますこのように小売業態のバリエーションを増やすこと自体も一つのコンテンツといたしまして店頭 EC における売上拡大につなげてまいりますこれに伴い EC に知見,のある知見のあるボードメンバーが参加予定また優秀なマーケターなども獲得し成長度合いに合わせたマーケティング戦略にも積極的に取り組んでまいります 成長戦略にマークアンドロナブランドの進化となりますこちら出店開発の説明とさせていただきます世界に向けたブランド発信といたしましてラグジュアリーブランドにふさわしい国内最大級の大型路面店を東京青山に出店を行います同様にその他主要都市における大型店舗の出店や 既存店のリニューアル、増床等を行い、新たな店舗レギュレーションを用い、より強固なブランディングを店舗開発を通じ、我々にしかできない世界観を表現し、ラグジュアリーゴルフブランドとして世界に発信してまいります。続きまして、コレクションにおける多様化の説明となります。コレクションの中でも、高成長カテゴリーでございます。 ココードドレクションンの単独出店やモノブランド化を行ってままいります次世代ゴルファーに向けたストリートテイストあふれるアラームコレクションの強化などその他マーク・アンドロナコレクションをさらに進化させブランドの多様化を進めてまいります続きまして海外向けコレクションの開発となります こちらは先月米国 PGA 賞で発表いたしました新規コレクション T ラインとなりますこちらのコレクションは欧米のサイズ感や式がない異なるシーズン性に対応したカプセルコレクションとなっておりますこのコレクションを通じ世界各国における新たな顧客層の開拓と分析を進め市場の特性に合わせた商品展開なども進めております 成長戦略3コラボレーションによるブランドの開発我々のクリエイティブを軸に世界の優れた企業やブランドとのコラボレーションを行います環境に配慮した新規カテゴリーの開発や未曾有の事態に備えた生産拠点の開発などあらゆる企業やブランドとのコラボレーションを行い安定したブランド開発を行ってまいります ゴルフに親和性が高いことからサンケアに日焼けに特化したスキンケア商品のラインナップの開発も進めております現在日本でも話題となっている韓国コスメの技術を取り入れ現在日韓共同で開発を進めている新規プロジェクトとなります環境に配慮したこのサンケアプロダクトは地球温暖化からサンゴ礁を守り CO2 を削減するための 高い世界基準をクリアしておりますその中でも、えー、最も厳しいとされる、えー、パラオ諸島が指定する10種類の防腐剤紫外線吸収剤などの禁止成分を排除し、えー、サステナブルな製品開発を進めております、えー、続きましてアイウェアの開発についてご説明いたします、えー、こちらも同様に、えー、環境に配慮したアイウェアのラインナップとなります 北欧の企業と開発を進めます。このこちらのアイウェアは FSC で認証されたバイオ素材やリサイクル素材を使用し、96%が再生可能な素材で開発しております。再生ポリエステルレンズや植物由来のライロン製のレンズ、リサイクルされたスチールなどスチール材などを用い、環境に配慮したサステナブルな商品を開発を進めております。 続きましてまとめロードマップの説明となりますこちらは我々の成長戦略をまとめた図となります一つ目は最優先としておりますグローバル展開となりますデジタル B2B ツールを使用し全世界に向けたセールスと欧米で行われる高等展示会の出展 また未開拓市場に向けた新規プロジェクトによる卸売の拡大を行います急成長している東南アジア市場におきましては代理店の選定と出店の強化を進めてまいりますまた越境 EC から抽出したデータを分析しポップアップストアや OMO ストアなどの出店も行い OMO 戦略を強化してまいります好調な越境 EC におきましては 海外向けのアプリの開発やグローバルアンバサダーパワーインフルエンサーの獲得などさらなるコンテンツを充実させ知見のあるボードメンバーにも参加していただき越境石の売上拡大を図ってまいります続いてブランドの進化となります、えー、強固なブランドのポジションを築くべく店舗開発を通じたブランディングの強化と 我々の世界観を表現すべく、ラグジャリーブランドにさわし、い路面店や大型店舗を出店してまいります。また、好調なカテゴリーの単独出店などを行い、ブランドの進化も同時に進めてまいります。新規コレクションといたしましては、欧米のサイズ感やシーズン性の違いなど、そのような問題に対応した新規カテゴリーもスタートしております。3つ目は、 コラボレーションにおけるブランド開発となります我々のクリエイティブを軸に世界の優れた企業とブランドとコラボレーションを行い新規カテゴリーの開発として環境に配慮したサンケアやアイウェアなどを展開していきますまた未曾有の事態に備え生産拠点の開発につきましても効率の良いコラボレーションを行い安定したブランド開発を行ってまいります 以上三つの戦略によりまして営業面での攻めと未曾有の事態や環境面への配慮とした守りを通じより強固で安定したブランド開発を行ってまいります続きまして我々のロードマップとなりますグローバル展開ブランドの進化新規商品の開発これら三本の矢を軸に成長戦略として進めてまいります 定量的な中期成長目標といたしましては、2025年に売上高 CAGR15% 以上、営業利益は CAGR25% 以上の成長を目指しております。なお、営業利益率は20%以上、ROE は15%以上を目標としております。続きまして、経営方針。 業績計画の説明に入らせていただきます本年度の経営方針となりますブランディングの確立グローバル戦略コラボレーションの3点を強化してまいりますこの中でも特にブランディングの確立グローバル戦略に力を入れてまいりますまた2023年はブランド15周年ということもあり多くのコンテンツを準備しております アンバサダーである、えー、木村拓哉氏を起用した最新動画の配信やイベントの開催、えー、さらにジページにございます青山フラッグシップストアのオープンは他ブランドとの差別化そしてグローバルへの発信として重要な決点となることになるでしょう、えー、こちら、えー、マークアンドロナ初となる、えー、路面店となります2023年4月青山の骨董通り沿いにオープンいたします こちらの店舗は約100坪弱となる大型店舗となり著名建築デザイナーを起用した大型かつ非常にラグジュアリーな空間がデザインされております限定商品も多数用意しておりまして最高のホスピタリティを通じた接客と限定スイーツや VIP 向けのサロンルームなど特別なサービスなども予定しておりまして名実ともにラグジャリーゴルフブランドのフラッグシップストアとなることでしょう これを皮切りに今後も全国の主要都市を中心に大型店舗の新規開発既存店舗のリニューアルと増床を進めてまいります続きましてグローバル戦略となります先ほどもご説明した通り本年1月に米国フロリダ州で開催された PGA 賞や 欧米で行われる合型合同展示会などへの出展を通じ当社ブランドの認知度を高め新規お留守先の開発を進めますまた著名デザイナーやパワーインフルエンサーなどのコラボなども通じましてグローバルに向けたコンテンツの配信を強化してまいります続いて今後のチャンネル計画となります日本国内におきましては 2023年4月に先ほども述べました青山,店エ,リアに青山エリアに路面店オープン同じく2023年春梅田谷の大岳高秋には東海エリアにおきまして好調な新規カテゴリーの単独出店を行いブランドの進化を進めてまいります2024年春には都内店関西エリアの店舗リニューアルを予定しております また2025年には、関西エリアにおきまして、初の大型フラッグシップストアを出店予定となっております。このように、収益力の向上と海外に向けたブランド発信の強化を目的に、店舗の開発と拡大を図ってまいります。以降におきつきましても、過度な出店は行わずに、データを十分に分析した上で、 主要都市圏の新規出店開発を継続して展開してまいります海外展開におきましては好調なイタリア米国における既存取引先との取引量の増加未開拓市場における新規卸売先の開発を進めてまいりますその他すでに受注角度が高まっております台湾や インドネシアをはじめ、アジア、中東におきましても、新規おろし先の開拓を進め、未来の代理店候補の発掘を進めてまいります。また、越境 EC におきましても、OMO 戦略を通じ、オンライン、オフラインの両面から PR を展開、トラフィックの増加と売上の拡大を図ってまいります。続きまして、2023年12月期の事業計画の説明となります。 売上高は前期比7.1%増の59億5400万円、営業利益は前期比5.5%増の9億5700万円、経常利益は前期比5.8%増の9億5000万円、当期純利益は前期比8.1%増の6億5900万円を見込んでおります。 続きまして、重要指標の説明となります。海外売上高比率は、前期比で3.7ポイント減少した40%を見込んでおります。EC 化率は前期比で4.7ポイント増加した25.2%を見込んでおります。その背景とした各チャンネル別売上高の推移について説明させていただきます。 当社の成長ドライバーでございます B2C チャンネルにつきましては、春季出店等の効果を見込み、国内リテールは前期比で24.6%の増加、引き続きトラフィックが増加している国内 EC は、前期比で22.3%増加。 好調な越境 EC につきましては積極的な広告運用また OMO ストアなどの展開を通じまして前期比で104.7%の成長を見込んでおります同じく成長塾でございます海外卸につきましては新規卸先の獲得を通じ前期比で32.5%の成長を見込んでおります なお、韓国卸につきましてはコロナパンデミックによるゴルフ需要が急激に増加したことで韓国代理店からの受注が一時的に増加売上が急増したという要因から2023年につきましては前期比で11.9%減を見込んでおりますただしこちらの図からもご覧いただける通り 2023年においては、この図からも見て、2021年と2023年の売上比較において、韓国ゴルフ市場の拡大は引き続き続くものと見込んでおります。翌期以降も韓国内における新規出店、既存店のリニューアル等は予定しておりまして、継続した売上面の増加もするものと考えております。 国内卸しにつきましてはパンデミックによる影響で他のアパレルブランドも含めまして物流生産における遅延が生じておりますその結果卸先における在庫が一時的に膨れまして仕入れが難しい状況が続いているという局面もございます前期比で23.2%の減少を見込んでおります続きまして2023年度の我々の立ち位置を説明いたします 先ほどお伝えいたしました通り、昨年は韓国向けの売上が爆発的なゴルフブームで予想以上に伸びたこともあります。今期は短期的に成長率が鈍化する見込みとなっております。ブランド15周年となる2023年は、改めて世界に向けてブランド発信していくための素地といたしまして、国内流通の整理と開発に力を入れてまいります。 ブランドを象徴する大型ブラックシップストアの出展既存店のリニューアルや増床を進め世界に通じるラグジュアリーゴルフアパレルとしてのブランディングの強化を徹底してまいります。またた海外売上拡大に向けた合同展展示会のの出展を通じて新規取引先の獲得や ポップアッププアストアの展開アンバサダーを起用した最新動画の配信や各種イベントの開催など年年度以降のの成長に向けた投資の1年と捉えております。定量的な中級目標といたしましては先ほどロードマップでご説明させていただきました通り2025年に向けて売上高は CAGR で15%以上営業利益は CAGR で25%以上の成長を思い出しております。 また営業利益率は20%以上 ROE は15%以上を目標としまして計画的かつ着実に取り組みを進めてまいります最後に当社株主還元方針について説明いたします当社は成長途上企業でございます漁業用拡大を目指した投資を継続してまいります株主還元方針といたしましては 投資に基づいた漁業拡大による企業価値の向上を優先してまいりますが外部環境の急変時には自社株買いと機動的な資本政策にも視野を入れ IR を強化し株主価値の拡大を図ってまいります。以上をもちまして当社2022年 12月期の決算報告とさせていただきますご視聴いただき誠にありがとうございましたありがとうございました最初のご質問です2023年12月期の国内卸し韓国卸しの減少理由について教えてくださいまた PGA 出店の効果は他の海外卸しにいつ頃反映されそうでしょうかといったご質問ですお願いいたします ご質問いただきありがとうございます、えー。いただきました質問に回答させていただきます。えー、韓国オールシーンにつきましては、あの先ほどもご説明させていただきました通り、えー、パンデミック以降ですね、非常に韓国がゴルフブームとなりまして、増加したことでおりまして、現在、一時的に急増しております。2023年にかけては、前期比で11.9%減を見込んでおります。 また、国内卸については、同様にパンデミックの減少におきまして、他のゴルフアパレルを含め、アパレルブランドを含めて、物流の遅延、それによる在庫が一時的に膨れておりまして、仕入れが難しい状況になっておりますそういった意味でではの減少を見込んでおります。 えー、PGA の出店効果は、えー、いつ頃になりそうかというご質問につきましては、えー、今年の夏から秋シーズンにかけて出荷を開始していく見込みとなっております。 現在も新規取引先候補との商談を進めておりまして最終的には3月に予定しているバイヤー向けの展示会ですねこちら国内で展示展開される展示会を経て決定する予定ですので金額の規模などは現状では未定となっておりますありがとうございましたありがとうございました次の質問までお待ちください続いてのご質問です ホーンの業績寄与成長性について簡単にコメントをお願いいたしますといったご質問ですお願いいたしますえご質問いただきありがとうございます、えー、現状ではまだ未だ、えー、マークアンドロナが当社の事業規模の大半を占めておりますが、えー、好調な韓国向け卸におきまして出店開発を進めております 国内につきましては好調な EC 並びに卸ルを中心に拡大を目指してまいりますありがとうございましたありがとうございました次の質問までお待ちください続いてのご質問です コロナ禍で活性化したゴルフ市場ですが、コロナの鎮静化によるレジャーの多様化によって再び市場の停滞も予想されますが、こうした市場への対策はどのようにお考えでしょうか、といったご質問です。お願いいたします。えー、ご質問いただきありがとうございます、えー。コロナの影響で世界的にゴルフ市場は活性した点は、えー、事実でございますが、 特にその影響が多かったのは若年層向けのマスの市場であったのものかと認識しております。もちろん市場全体が活況した点にメリットは受けておりますが当社はターゲットを富裕層としており定義しておりまして富裕層の方々はコロナ以前からです、ね、変わらずゴルフをされている方も多くコロナ収束による市場停滞の影響等はそうは多くないものと我々は認識しております。ありがとうございました。 ありがとうございました次の質問までお待ちください続いてのご質問です海外売上高目標50%ということですがその場合の国・地域別割合はどのような内容となるでしょうかといったご質問ですお願いいたします、えー、ご質問いただきありがとうございます 海外売上目標50%という質問でございますが現在の安定した韓国売上につきましては25%となっております残りはまあアジアを中心に欧米諸国を展開を考えておりますが我々あのラグジャリーゴルフブランドというカテゴリーでもございますので慎重に展開国は検討しながらさらに大きな拡大すべく えー、そういった市場に向けて、えー、残りの25%を、えー、展開していきたいと考えておりますありがとうございましたありがとうございました次の質問までお待ちください続いてのご質問です米国の LA でスタートしたブランドである一方米国での販売比率が低いのはなぜなのでしょうかといったご質問ですお願いいたします ご質問ありもともと米国ではスタートしておりますがスタートした直後ですね非常に大きいアジアの市場韓国日本に向けてですね注力いたしましたその結果の展開を日本と韓国を中心にしてまいりました近年改めてその他海外の展開強化を開始し始めておりまして2022年より米国へのおろしを開始したこともあり 販売比率が増加し始めておりますありがとうございましたありがとうございました次の質問までお待ちください続いてのご質問です2025年度の売上高営業利益の目標数字はどのぐらいでしょうかといったご質問ですお願いいたします、えー、ご質問ありがとうございます 現状ではの申し訳ないんですが、控え室とさせていただいておりますが、定量的な中期成長目標といたしましては、先ほども先日させていただきましたとおり、2025年に売上高 CAGR15% 以上、営業利益は CAGR25% 以上の成長を目指しております。なお、営業利益率は20%以上、ROE は15%以上を目標としております。ありがとうございました。 ありがとうございました。次の質問までお待ちください。続いてのご質問です。顧客層はどのような層をイメージすればよいでしょうか。年代や性別など詳細をご教示いただければと思います。といったご質問です。お願いいたします。えー、ご質問ありがとうございます、えー。年代といたしましては、30代から50代の富裕層がメインとなりますが、 昨今ではシニアアクティブと呼ばれます60代から70代の方も当社の顧客層と当てはまりますまた男女比につきましては国内が男性7割女性が3割韓国では約半々の5割ずつとなりますその他の海外におきましては女性顧客が多い状況にございます 特徴としましてはブランド展開直後は女性の比率が多くその後男性が増えるという傾向となっておりますご質問ありがとうございましたありがとうございました次の質問までお待ちくださいお待たせいたしました続いてのご質問です複数の方より同じようなご質問をいただいておりますので私の方でまとめて読み上げさせていただきます 国内、海外それぞれにおいて、競合他社やマークされているブランド、企業はありますか他社に対する優位性と考えていらっしゃる強みについても教えてください。といったご質問です。お願いいたします。えー、ご質問ありがとうございます、えー。ラグジャリーゴルフをコンセプトとしている点では、ですね、現在競合が見当たらないと考えています。 またハイブランドのあの特徴でございます低価販売率が高い点においても競合が見当たらないと考えておりますまた優位性という面では認知度の高いアンバサダーの企業高いデザイン性幅広いコンテンツ戦略的な流通コントロールによって商品の枯渇感を演出している点にございます また、リセールバリューが高く、オークションマーケットにおいてもです、ね、4万円のパーカーが12万円で取引されるなど、転売によって他のラグジュアリーブランドの商品同様に付加価値がつく、そのような商品も存在しております。このような点から、他ブランドとの競合性、また同様なコンセプト、ラグジュアリーゴルフというコンセプトですね、そういったものについては大きな差があると我々は考えております。ありがとうございました。 ありがとうございました次の質問までお待ちくださいお待たせいたしました続いてのご質問です2点いただいておりますまず国内直営店の直近で見たインバウンド消費の構成比はどのぐらいでしょうか国としてはどちらから来た人が多いでしょうかといったご質問もう一点中国市場に関してのご質問御社のようなハイブランド は中国でかなり売れてくるのではないかと思いますがなぜ中国での展開が成長戦略に出てこないのでしょうかといったご質問ですお願いいたしますご質問いただきありがとうございますインバウンドの消費構成比につきましては現状では5%程度となっていますただしコロナ以前のは一部の店舗で30%以上ございました なので、中お客様におきましては、先ほどご質問がありましたとおり、中国や韓国の方が非常に多いという印象でございます。今後よりインバウンドが戻ってくると、まあ、当社にとってはさらにプラス要因となってまいります。 中国の展開につきましては、過去から多くの企業様からお問い合わせをいただいております最中でございます。非常に大きなマーケットとなりますので、我々においても、このラグジャリーブランドという唯一無二のコンセプトを理解していただけるパートナー様としっかり連携を取りまして、出展展開なども検討していきたいと思います。そういった点では我々としても もう少し時間をかけてですねしっかり店舗展開をできるようなパートナーさんも探していきながら売上の拡大グローバルの戦略につなげていきたいと考えておりますありがとうございましたありがとうございました次の質問までお待ちください続いてのご質問です大株主の NXC ジャパン合同会社との関係性を教えてくださいといったご質問ですお願いいたします ご質問いただきありがとうございます当社の元取締役でありました長谷川氏より NXJapan 合同会社のオーナーでありますキム氏をご紹介いただきまして2017年10月に当社に出資いただいたのが関係の始まりとなっております現在も主要株主ではございますが当面の間は 安定株主として上場時の株主比率を継続していく方針であると伺っておりますありがとうございましたありがとうございました次の質問までお待ちください続いてのご質問です多くのアパレルブランドはグローバル展開にあたりたくさんのリアル店舗を出展していくことが多いですが 記者は世界主要都市への直営の機関店の出店は行わないのでしょうか、といったご質問です。お願いいたします。えー、ご質問ありがとうございます。えー、世界主要都市への、えー、直営店の機関店の出店というご質問でございますが、えー、もちろん我々としてもあの検討しております。えー、そういった意味ではですね、 今年のこの4月にですね、オープンする青山店、こちらの日本初というか、世界初のフラッグシップストアとなります。今までこのような、あの、ごラグジュアリーな、そういった店舗の展開は、われわれ、してきておりませんものでしたものですから、こちらのフラッグシップストアを機関と、機関店といたしまして、著名建築デザイナーにデザインをいただいた店舗レギュレーションに従ってですね、 世界各国の店舗に出店展開を検討していきたいとお考えておりますありがとうございましたありがとうございました次の質問までお待ちくださいお待たせいたしました続いてのご質問です ヨーロッパではイタリアのみでの展開とのことですが、イタリアの消費市場自体は小さいと思いますので、実際にはイタリアの高級アパレルのイメージを生かした欧州地域全域での販売が行われているということでしょうかといったご質問です。 これはあの我々もちょっと驚いていることなんですがイタリアの高級セレクトショップの大半からですね 非常に多くのオファーをいただいております。これをきっかけに、欧州から、その他の欧州各国からですね、問い合わせをいただくようになっております。今後はそちらの問い合わせ含め、先ほどもご説明させていただきました、欧州、欧米に向けての合同展示会ですね。そのような展示会に向けて商品の発表などをしていきます。そうすることによって、海外卸売の拡大につなげてまいりたいと考えております。ありがとうございました。 ありがとうございました。次の質問までお待ちください。それではお時間も参りましたので、これをもちまして質疑応答の時間を終了とさせていただきます。最後に松村社長よりご挨拶がございます。松村社長、よろしくお願いいたします。 以上を申しまして、当社2020年12月期の決算報告とさせていただきます、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。また多くの質問もいただきまして、非常に感謝しております。今後も我々の成長戦略に基づきまして、しっかりとした成長戦略を進めてまいりたいと思います。ごご視聴いいたた。だきありがとうございました